はい、こんにちは。パソケンです。今回この動画では、スクリーンショットを撮ってもファイルが見つからない場合に、どこに保存されているかについてご紹介していきます。スクリーンショットを撮るといっても、スクリーンショットの撮り方が複数あったり、Windows の使用環境によっては、保存方法や保存先が変わりますので、注意が必要です。まずは、スクリーンショットの種類について簡単に説明していきます。 一つ目は、プリントスクリーンキーを使った方法です。プリントスクリーンキーを押した場合は、全画面のスクリーンショット、そして、Alt キープラス、プリントスクリーンキーを押した場合は、特定のウィンドウのみを指定してスクリーンショットを撮ることができます。二つ目に、Windows キープラス、f t キープラス、S キー, S キー S で、スニッピングツールを呼び出してスクリーンショットを撮る方法があります。スニッピングツールを呼び出した後は、 画面上に出るアイコンから範囲指定するのか全画面で撮るかを決めてスクリーンショットを行います3つ目に Windows キープラス Alt キープラスプリントスクリーンキーを使った方法でこれは Xbox ゲームバーの機能を使って主にゲーム画面のスクリーンショットを撮る場合に使いますそれぞれのスクリーンショットの撮り方で保存先が変わりますので順番に保存先の場所や仕様について説明していきます まずはプリントスクリーンキーによるスクリーンショットの保存先についてですが、このキーを押してもすぐにスクリーンショットが画像ファイルとして保存されるわけではありません。また最近の Windows アップデートによってプリントスクリーンキーの動作が変更されています。プリントスクリーンキーを押した時にスニッピングツールが呼び出される場合は次の設定を変更して従来のプリントスクリーンキーの動作に戻すことができます。 スタートから設定を開きます。設定画面を開いたら左側のメニューからアクセシビリティをクリックします。次に画面右側下の方にあるキーボードの項目をクリックします。このキーボードの設定画面にプリントスクリーンキーを使用してスニッピングツールを開くの項目があります。この設定がオンになっているとプリントスクリーンキーを押した時にスニッピングツールが開くのでこちらをクリックして無効にします。 これで従来のプリントスクリーンキーの動作に戻すことができます。そして従来のプリントスクリーンキーを押した時のスクリーンショットについて、このキーを押しただけでは画像ファイルとして保存されないので、ペイントツールなどを起動して画像ファイルとして保存する必要があります。例えばこの画面のスクリーンショットを画像ファイルとして保存するには、まずプリントスクリーンキーを押します。押した後にペイントツールを起動します。 スタートから右上のすべてのアプリをクリックします。そしてすべてのアプリ一覧下の方にあるペイントをクリックします。ペイントツールを開いたら Ctrl+V キーで貼り付けを行います。あとはファイルを保存していきます。画面上のファイルをクリックしてメニューから保存を選択します。名前をつけて保存の画面が出ますので、まず保存先を指定します。 次に画面下にあるファイル名の入力ボックスで好きな名前に変更します。保存先とファイル名を決めたら右下の保存ボタンをクリックします。プリントスクリーンキーによるスクリーンショットを撮った場合は、ペイントを起動して画像ファイルとして保存するまでがワンセットになります。また特定のウィンドウのみを指定してスクリーンショットを撮りたい場合は、対象のウィンドウを起動してアクティブにした状態で Alt キキーーープスリリンントクを押しますそしてペイントツールを起動したらコントロールプラス V キーを押して貼り付けを行いますまた範囲指定した場合は余白ができてしまうことがありますので画像の位置などを調整を行ってください画像を貼り付けて余白の調整ができたらファイルをクリックして保存を選択しますそして保存先とファイル名を決めていきます これで特定のウィンドウを指定してスクリーンショットの画像ファイルが保存できます。また、プリントスクリーンキーを押した時に気づいた方もいるかと思いますが、ワンドライブを起動した状態で行うと、右下にスクリーンショットを保存しましたと表示されます。ワンドライブを起動して特定の設定を行っていると、プリントスクリーンキーによるスクリーンショットのデータがペイントツールを使って画像ファイルとして保存する以外に、 OneDrive 内のフォルダに画像ファイルとして自動的に保存されるようになっています。OneDrive 内に保存されたスクリーンショットの画像ファイルを確認するにはタスクバーにある OneDrive のアイコンをクリックします。そして画面下にあるフォルダを開くをクリックします。OneDrive のフォルダを開いたらこの中にピクチャーフォルダもしくは写真フォルダがありますのでこちらをダブルクリックして開きます。 さらにその中にスクリーンショットのフォルダがありますのでこちらをダブルクリックして開きますこのスクリーンショットのフォルダの中にも保存されていきますワンドライブ内にスクリーンショットの画像が自動保存されるのをやめたい場合ですがタスクバーにあるワンドライブのアイコンをクリックしますそして画面右上の歯車のアイコンをクリックします表示されたメニューから設定をクリックしますワンドライブの設定画面を開いたら 同期とバックアップの設定項目に作成したスクリーンショットをワンドライブに保存するがありますこちらがオンになっているとプリントスクリーンキーを押した時にワンドライブ内のフォルダに自動的に画像ファイルとして保存されていきますのでこちらをオフにしておきますこれが一つ目のプリントスクリーンキーによるスクリーンショットの保存場所や仕様になります次に Windows キープラス Shift キープラス S キーで スニッピングツールを呼び出してスクリーンショットを撮った場合について説明していきます。この方法でスクリーンショットを撮った場合は、ペイントツールに貼り付ける必要なく、画像ファイルとして自動的に保存されていきます。そして保存先の場所についてですが、まずエクスプローラーをクリックします。次にピクチャーフォルダをダブルクリックします。この中にスクリーンショットフォルダがありますので、ダブルクリックして開きます。 Windows キープラス Shift キープラス S キーによるスニーピングツールを使ってスクリーンショットを撮った場合は、このスクリーンショットのフォルダ内に保存されていきます。また、この方法の場合は、OneDrive を起動して、作成したスクリーンショットを OneDrive に保存するが設定されていたとしても、OneDrive のフォルダ内にスクリーンショットの画像データが保存されることはありません。 最後に Windows キープラス Alt キープラス Print Screen キーを使ったスクリーンショットについて説明していきます。このショートカットキーは Xbox ゲームバーの機能を使ってゲーム画面のスクリーンショットを撮る場合に使います。そしてスクリーンショットの保存先ですが、まず Explorer をクリックします。次にビデオフォルダをダブルクリックします。ビデオフォルダの中にキャプチャーフォルダがありますのでダブルクリックして開きます。 Windows キープラス Alt キープラスプリントスクリーンキーを使ってスクリーンショットを撮った場合はこのフォルダの中に画像が保存されていきます。以上がスクリーンショットを撮った時の保存先やスクリーンショットごとの仕様についてでした。この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。